伊東津八幡神社は、福岡県北九州市小倉北区上伊東津に鎮座する神社。旧社格は、県社、王神天皇、神宮皇后、宗方三女神、法日別名を祀る。神宮皇后が三冠征伐から帰国し、海で、後の王神天皇を海豊浦宮に移る際に乗った、船が、津に着いたことから伊東津と呼ばれるようになった。その後、 神宮皇后の日まを祀る祠を建て、神宮皇后にちなんで安山が祈られるようになった。また、神社の前を流れる川の水を産み湯に使ったことから、三川と呼ばれるようになった。1184年に、後鳥羽上皇の命により、この地に、宇佐神宮を、合わせ祭りし宇佐大宮寺の士族が祭祀を行うようになり、この時から、伊東図八幡神社と呼ばれるようになった。 1561年に文語国の大名、大友義重が、宇佐神宮を焼け払ったため伊東図に神事を移し、1583年まで鎮座した。1586年に行われた九州平定の影響によって、社殿は荒廃し、多くの宝器が失われ、小さな祠のみが残った。1六百年に小倉の地に転保された細川忠興によって再興され、 国倉城の三度人として、新領二十国が寄進された。1632年に二代藩主、細川忠都に代わって、小笠原忠ザが違法されてくると、社殿の修理を行い小笠原氏からも厚い信仰を集め、菊軍大社とされた。1873年に豪社に列せられ、1925年に県社に列せられた。 常日の神宮皇后の逸話により、安山、子供の成長を願い、多くの参拝者、祈願者が訪れる。また、江戸の三戸徳川家の屋敷に、東京方兵交渉が建てられ1933年に、小倉陸軍造兵省に移転すると、三戸藩屋敷にあった石橋や、屋敷で祀られていた、西木春稲荷神社が境内に移った。ありがとうございます。